僕はね、だいぶ温厚なんで腸活が効いてるなっていう。うん、作品が東京国際映画祭で上映されることについてはいかがですか？そうですね、ここでかかると思って仕事最初受けてなかったので、ああここでもかけていただけるんだっていう、嬉しいなという、素直にそう思います。はい、ちなみに今回ナックルガールというタイトルですけれども、うん、ご自身最近殴り飛ばしたくなっちゃうようなこととか出来事とか何かありますか？僕はね、だいぶ温厚なんで、あのね、全然ないんです。そのやっぱ腸活が効いてるなっていう。腸の調子がいいと感謝です。感謝して全部はね、前向きに変えて、コロナでこういう、そのなんていうんですか、時間が持てなかったことも含めて前向きな力にして進んでいけたらいいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。天部さん、姉ちゃ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 ん。